皆さんこんにちは。前回の動画で検索してはいけないワードについて少しお話ししました。今回はその続きをお話ししたいと思います。アフミアとは検索エンジンの一種で、ゴムにダークウェブ上のウェブページを検索するのに使われています。アフミアの恐ろしいところは、表層ウェブからもアクセスできることですね。一応アフィマでダークウェブ上の URL にアクセスしようとしても、ドアを返していなければ見れないようになっているみたいですが、何が起こるかわからないため、検索しないでください。これはコマンドプロンプトで実行できるコマンドの一種で、効果はなんと、Win のシステムファイルなどが含まれている重要な C ドライブを完全に破壊してしまうといったものです。一度実行してしまうと凄まじい速度で進行してしまうため、CTRL タス C で中断しても大部分が手遅れなんだとか、絶対に実行しないでください。ダークウェブ上にあるウェブサイトのリンクが多数貼ってあるサイトです。現在はかなりのウェブサイトが閉鎖しているようですが、まだ生き残っているものがあるとか、ないとか、ドアを返する必要があります。YouTube に実際にアクセスしてみた動画が投稿されているので、そちらを見てみるといいかもしれません。ダークウェブ上で違法闇市を経営していたサイトのことです。薬物、銃、マルウェア、クレジットカード、ハッキング技術など違法なものの宝箱だったらしく、ビットコインを使って取引を行っていたようです。2013年に FBI によってサイトの運営者が逮捕され、このサイトは閉鎖しています。いかがでしたか？現在は削除されてしまった、検索してはいけない言葉。世の中には知らない方が幸せなことがあるようですね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。